スベルクリン皮膚検査スベルクリンとは、結核菌感染の診断に用いられる抗原である。しかし、結核菌や非結核性抗酸菌に感染した場合だけでなく、BCG 接種の結果としても、この抗原に対して陽性反応が起こることが多いので、BCG 接種が行われている地域では、結核の感染診断手法としては用いられない。1890年に、 ドイツの科学者、医師であるロベルト・コッホによって発表された。コッホの抗原は、血核菌からグリセリン抽出した、タンパク質であった。検査ではなく血核治療目的に開発されたが、効果はなかった。クレメンス・フォンピルケは、馬血性または天然痘ワクチンの接種を受けた患者が、二度目の接種に対して、より早期に重度の反応を示すことを発見し、 この過敏反応をアレルギーと名付けた。フォンピルケはその後すぐに、結核菌感染者についてこの抗原で、アレルギー反応が起こることを発見し、現在のツベルクリン皮膚検査を結核菌感染の診断に用いることができることを見出した。かつて、日本では結核予防法により、乳幼児、小中学生に対してツベルクリン反応検査を行い、陰性者に対して、 BCG 接種は行われていたが導入されている。しかし、その後の2005年の法改正により、これらのものに対するツベルクリン反応検査は廃止された。現在は予防接種法に基づき、生後1歳に至るまでの定期接種時にある乳幼児に対してのみ、ツベルクリン反応検査をせずに直接に BCG 接種を行うこととなっている。現在、米国では、 マントゥーテストと呼ばれる検査が行われており、生成ツベルクリンが用いられている。英国では2005年までヒーフテストと呼ばれる検査が行われていたが、現在はマントゥーテストに変更されている。生成ツベルクリンとは、結核菌を合成液体培地で培養、殺菌、ろ過、濃縮後に硫酸アンモニウムで沈殿させ、脱炎、ろ過、 凍結乾燥して作成したもので数百種類もの異なるタンパク質の混合物のことである。日本でのツベルクリン反応検査はツベルクリン溶液被害投与の48時間後の摂取部位の発積の直径を測定して結核感染を診断する方法で100年以上の歴史がある。しかし検出精度は摂取集団の感染蔓延度により 大きく変動する。例えば、感度97.8%、得意度98%の判定基準を、期間線率20%の集団で実施すると、陽性的中率は92%であるが、期間線率1%の集団で実施すると、陽性的中率は33%に低下すると、報告されている。また、 検出精度の高い QFT2G 検査陰性者1666人に体質ベルクリン反応検査を行ったところ70%が図半ミリ 30mm 以上を示したとの報告もある。一方、感染者を見逃す可能性も報告されていることからこの検査だけでは結核感染の確定も否定もできず他の診断と合わせて判定が必要である。 ありがとうございます。